はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今日はですね、こちらの台湾版限定だったジョカーを使ってクエストやっていこうと思います。カルマですね。重力バリア、アンチウィンドウ、アンチブロック、ストライクショットはメメントモリのレーザーのちょっと強い版、威力がね。で、ストライクショットエナジー、友情コンボエナジーバーストの4ですね。やっていきましょう。この子がね、今月の16日に、新しくね、日本に逆輸入という形で、新調ですね、出てくるんですけれども、まあクエストの攻略動画自体はもうすでに何度か上げてるんですけども、まあ、できれば16日、仕事か休みかちょっとまだわかんないんですけど、休みであればね、お昼に台湾でも降臨するんで、撮って、できれば早めにね、動画アップしたいと思っております。で、まあ、アンチブロック、アンチ重力バリアの貫通枠の時点でね、結構レア度が高いんですけれども、今いるのが、ガチャ券だと、アルビだと、カタっていうものかな、結構最近出てきた、2文字の子。あの辺がね、同じアビリティを持っているんですけれども、まあ、降臨でこのキャラが、こういう感じでね、手に入るのはすごくでかいと思います。今でもね、アスナ&キリト、結構前のキャラですけど、未だに現役で出ているんで、やっぱね、アビリティで言えばかなり使いやすいキャラかと思います。日本版の方はすぐ運極目指そうかと思ってますね。台湾はね、運極作成はしてません。さすがにね、そこまで時間がない。倒してないか。いや、ぐだってんな。ここ反射だったらね、基本的にはね、反射タイプの重力ワープで組むのが一番早いんですけど、はまれ。はまねえか。まあでも、カルマのね、攻略に関しては別に特に言うことはないですね。だるい。私も、このクエストはね、そう、豪絶とかすごい回る気になるんですけど、カルマって取ったところでどこで使うかって特に思いつかないんで、あ、ちなみにカルマ。そう、このカルマがね、ジョカの最適キャラです。運枠は。最適じゃないかな、もう。まあ、要はね、重力バリアと、アンチブロック。反射。反射の方がいいです。貫通はね、貫通制限出てくるんで、クエストに。あんまりおすすめできないですね。まあ、いけないことはないんですけどね。はい。じゃあ、これ突破でございます。ちなみに、先にネタバレで言っちゃうと、彦星十郎がめちゃめちゃ強いです。ジョカの攻略に関しては。彦星十郎って、ルロケンコラボで出てきた、アンチブロック、アンチ重力持ってて、重力バリアキラー持ってる、イケメンなおじさまですね。が一番強いです。いいね。あ、ちなみにね、攻撃力は21000なんで、ジョカは。そんなに直殴りが強いキャラではないです。まあ、弱かないけどね、スピード型で結構往復できるんで、そう、スピード400ちょっとかな ?420 ぐらいだった気がします。さっきね、パート見ただけだったんで。よっ。いいね。そう、このね、カルマもね、結構私苦手だったんですけど、やっぱね、渡つみとか積んじゃうと全然違いますね。超絶フォーミングがだいぶ強い。雑魚処理に関して。ホミキューが結構出るから、ホミキュー出てるとどうしようもないけど、まあ、いない体であればって感じですね。やっと上、下が、あ、まだ終わんないか。これも正直ね、中ボス倒したら抜けてほしい。いいね。また次台湾でも欲しいな。日本はね、意地になって当てたんですけど、台湾はね、意地になっても当たりませんでしたね。まあ、意地というか、課金というか。売り上げがね、だいぶ落ちてるモンスターストライクですけども。まあ、私、多分、確かに昔ほど課金はしなくなったな。強っ。やっぱ近距離のボムスローじゃねえや。バフンドボムは強いね。削り方が尋常じゃない。このまま削りきれないかな。エナジーバーストもいい位置にいるんですよね。いけた。いいね、手順無視。そう、エナジーバーストって友情コンボが、まあ、二雷家内でね、初めてこの友情コンボ実装されたんですけど、昔ほどやっぱ強くはないよね。場所取りすれば結構火力が出るんだけど、
そんなに超強い友情コンボでは今はもうない気がします。いや、ちゃんと一体ずつ処理した方がいいだこれ。先にね、ちなみに魔導士を倒さなきゃいけないことは知ってますんで、ご了承を。雑にやってるわけじゃないんですよ。貫通タイプやりづらいって感じですね。ボスに対する削りはすごいやりやすいんですけどね。あと1回かな。ハンドラでもう抜けたい。いや、マジか。あ、どっちにしても抜けなかったかな。この蘇生ループ考えた人はね、結構やだね、本当に。私の嫌いなクエストも結構上位に入ります。クエスト難易度自体は別にそんな高いわけじゃないんですけど、何にせよ長い。一回倒したアタックがずーっと出てくるからね。はい、OK。ん?まだか。うん、OK ですね。あ、で、ちなみにね、パンドラって出てきた理由は、まあ、エナジーバーストがいっぱい出た方が画面的に面白いかなと思って、ただそれだけです。お、いいね。100点満点だ。私の中で100点に近い動きでしたね。弱点、往復しようか。攻撃力2万1000でやっぱね、有利属性だし、じゃあ防御力も落ちてるし、ダメ入るね。で、防御アップしてと。別にでも防御アップしてもダメージ入んないわけじゃないんですよね。一定量は入ってくれるんで、そんなに頑張ってダウンさせなくても別にいい気がする。今の時代ですけどね。今の時代でカルナ、ん?カルマ?そう、あの、カルシリーズね、名前多すぎ。カルナでしょ?カムイでしょ?カムイはまあガチャゲンだけど、カムイでしょ?カインでしょ?で、爆裂カナンでしょ?今パッと思いついたけど、そんだけ出てくるんで、このカルマに関しては名前が本当に私はよく忘れます。てか、間違える。よし。これ私撤退するよね。OK。じゃあ、ボスですかね。じゃなかった。ボスじゃなかった。もうワンステージあったっけ?あー、ここか。おっと。ちょっと。すいませんね、省電力。あー、そっか、ホミキューか。雑魚処理さえ終わっちゃえばね、超絶フォーミングは多分下の魔導士に飛んでってくれるんですけど。止まっちゃったか。そう、魔導士倒さないと進まないんだよね、ここ。案外めんどくさい。ちょっと削っといてあげて、パンドラで。いければいいかな。というと、ワープ。ここのワープ展開、未だによく分かってない。うん、OK。スタートはボス削るだけ。パンドラがめちゃめちゃいい位置にいった。で、HP もいるから、エナジーバーストが結構出るの、これは。防御アップしてても、ある程度は入るでしょ。おー、十分。50万。で、ワタツミ。台湾版でもね、ワタツミは欲しい、本当に。近畿は楽になるし、豪絶はいけるし、結構最高クラスだと思ってます。ワタツミちゃん。左目が痛い。もうそろそろ突破したい。OK。じゃあ改めまして、今度こそボスでございます。やっていきましょう。で、ストライクショットなんですけども、あのカルナがね、レザバリ張ってるんで、がっつり止められます。行ってくれ。いやー、マジか。初手回復あるか。削り切るかな。あわよくば削り切って終わりたい。
なあ、無理か。渡積のターンで、ここで行きたいな。でも2体回復？あー、これ無理だ。やっぱ楽しようとしてダメだね。といつも次、友情2本拾えばいけるんじゃないかなとも思います。狙うよね。OK。そう、カルナね、場所取りさえ行けば、雑魚処理無視して案外行けます。周回したい方はぜひおすすめ。で、下だよね。初手パンドラが一番嬉しい。おお、すごい。きっちり全処理。素晴らしい。そしたら、こう、でもね、2万1000だけど、やっぱ属性効果上がってるんで、結構ダメは入りますね。そんなに悪い、やっててこう、不快な感じはしない。あっと。倒しちゃったか。ここだったらスライドショット打てるか。そうだね、打てるね。毒レーザー。あわよくば魔導士も倒したい。そうですね、ダメージで言えばメメントモリよりも全然上だね。攻撃力がアップしてるとはいえ、にしても強い感があった。で、雑魚処理終わってない。マジか。あ、終わった終わった。毒のスタイルショットのいいところはね、追加ダメがでかい。で、今後だと、まあ、同じアビリティを持ってるね、小町と組ましても、スタイルショット打たなきゃいけないですけど、打った後であれば毒キラーを生かすこともできます。いいよ。OK。さあ、そしたらね、ラスゲです。ジョーカーのストライクショットでね、とりあえずごめんなさい。初手は、ワタツミ打ちます。なんでかって言ったらどうしても打ちたいから。ここを一掃できる、それだけで十分。倒した。倒して蘇生かかったやつを、水流で倒せば、はい、超綺麗。いいね。おっと、そっか、ストライク打った後だった。パンダ倒しそうだな、なんか。できればストライクとね、ゼロ距離、この距離だったらダメージ入るかもしれないんで。大きいダウンは食らったけど、ザコがいなければね、なんてことはない。ゼロ距離、打ってみましょう。おーおーおお、すごい闇の感じがする映像でしたね。まあ、というわけでね、ジョカ使ってみましたという動画でございます。16日がね、そう、ほんと休みだったらな、撮ってすぐアップしたいんですけど、多分適正キャラ自体がそんなにいないんじゃないかな。いるか、今だったら。これで終了で。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっとね、眠かったせいか、あんまり喋りがうまくいかなくて、ごめんなさい。ちょいちょい無言もあったと思う。ね、申し訳ない。じゃ、バイバイ。